回はですね、カッティング奏法について解説したいと思います。でカッティングと言いますとどういう弾き方のことかというとですね、まあギターを使って、まあ、よりパーカッシブにちょっと打楽器っぽい要素を入れて、まあ、演奏することだと思っていただいていいと思うんですけれども、まあ、特徴はですね、最初にちょっとカッティングっぽいフレーズ、弾いてみましたけれども、右手ですね、右手でずっとこう単調にリズムを刻んでるんですね。で一番多いリズムっていうのは16分音符の、16分のリズムが多いと思います。で16分のリズムっていうのは1拍に4つ、例えば 1,2,3,4 というリズムだったら、この1拍のうちに4つ入れます。タカ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  1,2,3,4,1,2,3,4、 このリズムで練習するのがいいと思います。でカッティングですけれども、単音のカッティングとコードのカッティングは、まあ大きく分けると2種類あるんですが、単音のカッティングはこんな感じですね。でコードのカッティングはやっぱりコードを使って弾くんですが、こんな感じですね。で今回はですね、非常に短い単音のカッティングの方で短いフレーズをですね、ちょっと解説してみたいと思います。でこういうフレーズです。非常に短いのでちょっとびっくりすると思いますが、こういう感じです。これだけです。でこれを連続するとですね、早くやると、こういうフレーズです。で使うのはですね、3弦の5フレットと7フレットだけを使います。で、最初はですね、3弦の5フレット人差し指で押さえて普通に弾いてみましょう。で実際カッティングするときはですね、こちら、何本か複数弦をこのように弾くんですけれども、まずは一つだけきっちり弾いてみましょう。ですから3弦の5フレットを普通にこちら右手も弾いてください。で次ハンマリングでですね、薬指を使って7フレット、3弦7フレットを叩いて音出します。でこの時重要になってくるのが右手ですね。まずダウンで最初5フレット弾きましたが、ハンマリングの時にですね、アップで空振りを必ずしてください。大げさにやるとこんな感じですね。で次にですね、カラーピックという奏法が出てくるんですけれども、カラーピックっていうのはどういう音を出すことかというと、こういう感じの音ですね。このように音を止めた音を出すことをカラーピックというんですけれども、まあカッティングの場合は大きく分けると、普通に押さえた音と今のカラーピック、この2種類の組み合わせでできています。ですからまず最初ハンマリングで、きっちり空振りしてくださいね。でその後ですね、薬指に押さえてた薬指をスッと力を抜いて、力を抜くんですが、弦から指が離れないようにして音を止めた音を出してみます。これ離れてしまうと開放弦が鳴ってしまいますので、弦の上に指をきっちり当ててください。でこれはですね、押さえたり力を抜いたりっていう練習をしてみてください。だからまず交互にですね、弾く、ちゃんと鳴らす、で次からピック、でまた鳴らす、でこちらもダウンアップダウンアップ、交互にですね、鳴らすからピック、鳴らすからピック、鳴らすからピック、この練習をまずしてください。でフレーズに戻るとですね、こういうフレーズでした。でこれはですね、最初ハンマリングした後にダウンアップでカラーピックを2つ入れています。ですからラン、カラーブリー、その後そのままカラーピックを2回ダウンアップ、これで終わりです。これを繰り返し練習してみてください。
で、これだけでもですね、かなりスピードつけて弾くように、弾くことができるようになると、かなりかっこいい感じで決まります。こんな感じですね。でもですね、右手、やはりこのように一本だけを弾くっていうのでしたら、ちょっとですね、カッティングっていう、イメージ、湧かないですよね。で、実際やはり振り切ってですね、こんな感じで。ちょっと複数弦ですね、こちら。ピッキングしてやった方がより迫力も出ますし、カッティングっぽいイメージに近くなると思います。で、この場合に大事になってくることなんですけれども、最初は3弦だけを注意して弾きましたね。で、ここの振り切る場合はですね、まあ大体3弦の周辺の弦、4弦とか2弦とかですね、まで弾いてやるというイメージで、こちらストロークしてください。で、当然ですね、こちら3弦しか鳴らしたくないんですけれども、やはり何も考えてないとですね、こちら複数弦弾いた時に4弦とか2弦とか当然鳴りますよね。これだと全くカッティングにならないんですね。で、こちらは複数弦弾いていても、こちら左手のテクニックを使って3弦しかならないようにしてやらないといけないんです。で、これですね、余計な弦を止めるテクニック、ミュートって言うんですけれども、例えば今の場合はですね、1弦、2弦なんかは人差し指、先は3弦押さえてますが、それ以外の部分、指の腹の部分で2弦、1弦をこのように2弦、1弦に当てて音が鳴らないようにしています。で、4弦はですね、3弦人差し指を押さえてますが、人差し指の先で4弦に当てて止めています。で、5弦6弦は親指上から回してきて、やはり弦に当てて止めています。で、こうすることによって3弦だけが鳴ると。右手は複数弦このように弾いても3弦だけがなるっていう風にできるんですね。ですからカッティングの場合はですね、音を鳴らすことよりも止めることの方が難しいと思っていただいて間違いないです。ですから、このようなミュートのテクニックですね、まずそちらに注意を持っていって余計な音が鳴らないように、フレーズをちょっと練習していってみてください。で、今もう一度ですね、先ほどの紹介したフレーズ弾いてみますね。まず最初は3弦5フレットだけを1本だけ鳴らします。で、その次アップ空振りの間にハンマリングで7フレットでしたね。こうですね。で、次2回カラーピックです。ですからこちらはやはり複数弦2弦3弦4弦あたり弾きますが、こちらで全部止めてしまってですね、こういう止まった音、カラーピックの音をきっちり出してください。で、完成するとこんな感じです。これをスピードをつけて弾けるようになると、このような感じになります。ということで、今回はですね、カッティングの非常に短いフレーズを紹介してみましたけれども、当方ですね、カッティングについて詳しく解説しました教則 DVD を制作して販売しております。ご興味のおありの方は、ぜひですね、この動画の説明欄のところに URL 書いておりますし、パソコンとかで見ていただけている方はですね、バナーのようなものが画面の中に現れていると思いますので、そちらの方一度チェックしてみてください。そちらの方の DVD ではですね、この無料の動画とは一線を画した丁寧な解説をしておりますので、これからですね、カッティング奏法をしっかりと習得してみたいとおっしゃる方は、ぜひそちらの方のページもご覧ください。
それではカッティング奏法の解説を終了いたします。